どこだっけな、これ真っ直ぐ行ったとこだったの、これ一方通行じゃないの、大丈夫、あ、これは大久保公園、これ右行ってたのだね、全然人いなくない、確かに、あれ、あ、こっちが人が多い、あ、これ、うわ、すげえ、何これ、見てこれ、やば、何これ、行ってみようぜ、ラーメン屋多分そっちなんだよな、これ右通違うよね、だってあの左の子だともうパンツ丸見えだよ、これ左行けるの、行ける、なんか危なそうだな、やめとくか、ほらパンツ丸見え、でもあれは見て興奮しねえよな、うん、1万円でどうぞって言ったらやれるよ、いや無理、いや俺ね、そうそう、なんかこういうのを見て思うのが、ほらそこまでしてやりてえかなと思っちゃうんだよな、男が、いやでもあれなの、別に普通の男じゃなくてさ、汚いおじさんとかだもん、ザオタクみたいなおじさん、まあ、キモオタね、うん、だからそこまでして、だから金は、だから相手がいないってことでしょ、男の方に、うん、まあそうだ、あ、あら、あれ赤線って知ってる、知らない、何赤線、俺らが子供の時赤線つってさ、横浜だと小金井町ってとこに、うん、その女の子がバーって釣ったってさ、うん、フィリピンとかチョンとか、あれこれさっきのワカメちゃんじゃないこの子、うん、フィリピンとかチョンとかいっぱいそのプレハブのとこに立って、うん、一発、うん、一発一万かでお金払ってやってた、どこのラーメン行くの、野方じゃない、あ、いやいや、ほらこの辺に近めにあるんだったらこっちの方がいいかなと思ったんだけど、うん、なんか鬱陶しくね、人、うん、そうだね、野方にし、うん、野方にしよう、嫌いなんだよ、ね、俺も嫌い、俺も今入ってきて失敗したと思った、なんか自分がさ飲んでて歩いてるのだったらいいんだけどさ、すごいな、だってここの道とかタクシーで入ってくるとすごい詰まるから、それな、手前で降りないとですね、じゃあラーメンはいつもの方にしましょう、これがさ、そこの通りね、24時間これだからね、これ全員なんで女を待って、キャジャリーなぁ、キャジャリーなぁ、あれ俺どっから来たの、これ松岡、あれも違う、あれも家なき子だよね、あの、まあ、だから家なき子がこの辺で見て見て見て、交渉してる交渉してる、ほらすごいね、こいつも気づいたじゃん、俺の車が覆面パトカーみたいだから、うん、これさ、バイクで言ったらどうなんだろうね、すごいダメですよ、最初にダメですよっつって、あー、すんごい太もも、こういうとこ来るのはこっちの車の方がいいな、あ、これさっき入ってきた、すごいね、需要と供給が成り立ってんだな、いのね、うん、ちょっと待って笑ったらお前、勘弁してくれよ、本当によ、ホームレスみたいな子があそこでお金稼いで、銭、うん、を稼いで、飲み行ってとか、ホスト行ってでしょ、そう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 、いや、俺はあんな金払ってまでやりたいと思わないな、だっておじさんばっかじゃん、そうだよ、そんな性欲まであるんだね、うん、まああるでしょ、まあじゃなきゃ来ねえよな、うん、まあそこばっかりはちょっと人によるからね、まあほらそれは俺は相手がいるから言えるのかもしんないけどさ、うん、まあ俺なんかねって思っちゃうよね、まあだって女の友達とかもいなくてとかなったら、でも風俗だったらなんか仕事っぽくて嫌でしょとかさ、生意気言ってんじゃねえよな、いやよく言うんだよ男ってなんか素人がいい、ああ、でもなんかそれなんかよく聞くね、なんかよく言ってるよね、うん、俺は逆にだからそういう
何ロープっつうんですかプロっつうんですか、うん、絶対無理。俺やるのと思わないね。だっていやそもそもだよ、うん、そのまあ AV 女優今なんかセクシー女優とか言われてるけどさ、うん、ね AV 女優じゃあ俺好きなじゃあ AV 女優がいるとします、うん、じゃあそれでやれますっつったら俺気持ち悪くてできないね、うん、絶対無理本当に無理。でセフレとやるのとは違うじゃん、うん、ねえあれでそういうのを生業としてさやっぱ生きてるわけじゃんあれも。なんかシメケンの話聞いて怖くなった。なんか、うん、まあ本当か嘘か知らんけど、うん、まあそういう撮影の時ってお互い性病ないですよ、うん、みたいな、あなんか証明をしてからやるんだけど、うん、なんか一回それを間に合わなかったみたいなことがいたみたいな。でなんかそれが後から分かったのが梅毒だったみたいな。まあ、でもまあ可能性としてはゼロじゃないでしょ。うん、まあ、ね、そりゃだってなんか不特定多数の人とやってるわけだから。うん。でほらあれやったじゃん。うん、だほら整備をもらったっつって。あれは俺絶対旦那だと思うんだよね。うん、いやまあ全然あるでしょ。うん。だって俺とさあいつが言うに俺と旦那しかやってないっつうんだからさ。ねえ検査受けてきてって言われて俺が性病になってねえんだからもう旦那がなってんだから旦那しかねえと思うんだけどねあれ。だから私はでももう一人いたんじゃねって思ったけど。まあだってお化けしかやらないなんて別に、うん、そうそうちょっとありえないんじゃないかなって、うん、いやでも今の大久保公園すごいねあれは。 あれ無理だね俺。1万円だか1万5000円だか何だか知んないけど。だったら俺おいしい飯食いこう。でもなんかあれでしょ今ああいうのをさなんか撃退するユーチューバーみたいなのがいるらしい。ああそうだね。あ知ってる？ついてくとかね。あ本当？うん、俺つい最近知ったよ。後ろからついてて。うんでなんかあれちょっとなんか消防士のお偉いさんがそれやってて、うん、なんか胃がん退職したんでしょ。知らない。らしいよ。うん。まあそういうのなんかよくあるじゃん。なんか路上喫煙注意しますとかさ。うんそれだって俺も来るもんそういうの動画やってくださいっつってやんねえわと思う。それって分かる。だっていちいちそれをやりにさ、うん、行かなきゃいけないじゃんそこに。いやしかもそういうやつってうるさいじゃん。なんか喫煙所から一歩はみ出てるとか。いやーもうだからその要は重箱の隅つくじゃねえけどさ。それは別に良くないって。だってうんあそれは俺も、うん、だってその空間はもう黙々なんだから嫌な人は近づいてこないんだから別に良くないもん。ここはいやそうそうそう。だけど一歩でもはみ出てたらなんかダメです。ねえなんかよく来るよなんかそういう動画。俺がいつもなんかそういう動画でさ、なんか俺はタバコをそれ注意するのはそのバイクで走ってる時とかさ、うん、うぜえじゃんはっきり言って、うん、そういうのを注意するだけであってさ、うん、それじゃあタバコ注意に行きますって言ったらさこれも企画になっちゃうじゃん。うんなんか違うよ、うん、まあでもあんなの仕込みだろとか思うけど、うん、みんなやってんじゃんあんなのね、うん、面白くねえ。やれんだって映されてんの分かっててあんなに歯向かってくるって仕込みでしょ。いやそうでしょ、うん、ていうか基本ね、まあ、その今 YouTube でもそうだけどブラウン管越しもそうだけど、うんああいう映像っていうのはだからそういう裏があるんだよ。うん、そうそういやだからそしたらさテレビと何も変わらない。いやそう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 。だってテレビはさなんかやらせたとかさなんかつまんないみたいな、うん、結局やらせだからみたいなさ話だったのにさ、うん、YouTube だって結局そうじゃん。俺がさ、うん、この辺でさそれやなんかまあ自称ヤクザと揉めてるやつがあるのちょっとここで、うん、俺が車乗っててなんか向こうがさ何や笑いみたいなこと言ってきてでさそいつが降りてくんだよ。で俺もムカついたから車止めてこれすげえ口論すんの。うん確かそれまで800万回ぐらい再生いってんだけど、もうそれもすごいよこれやらせだろとかさ、うん、でもそれ言われちゃうのもしょうがないよね、うん、だってでも俺ほら証明しようがないじゃん、うん、ねえうんでもだからそういうのもさなんかうん言われちゃうとちょっとやっぱ悲しいとこもあるよね。うん、まあ本当なのに。いやそう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 。まあ別にそれは張り合うつもりはないけどさ。まあまあでもやらせやってるやつがいるからやらせだろって言われちゃうんだよ、うんうん結構来てるよ、うん、お前これどうせ仲間呼んで台本作ってやってんだろっつって、うん、でもまあでも一視聴者として見たら多分そう思うよね、うんうん、ねまあ結構でも俺の動画そういうの来るよ、うんうん、でもそこまでしてやる必要性がさね。まあね、うん、いやでも今のすごかったなあれ。本当だから昔あったんですよ赤線っていうのがあってね本当に。その時だから俺16とか17でさ、うん、その何どういうなんつうの
選ばれし者たちじゃないけど、本当もう綺麗どころがすごい突っ立ってんのよ、うん、だからそれこそだから朝鮮人でしょ、フィリピン人でしょ、アメリカ人とかいなかったかな、まあまああそこの地域からその辺が多かったんだけど、うんうん、でもだから愛はないよね、それには。俺の友達そのガキの頃行って、うん、お兄さん生でいいよつってバカだから生でって病気持って帰ってきて、やだね、いや生でいいよって言う女信用しちゃいけない、笑っちゃったよ俺30分1番だけど20分1番だっけな、もう何年前、23年ぐらい前のことだからほとんど覚えてねえけど、でもとにかくすごかったよ本当に。ほら当時なんて携帯電話もないじゃん、そんな撮影されるなんて絶対なかったしさ、とにかく綺麗な子が多かった。今撮られちゃうのが嫌だよね。うん、だってあれだってよくなんかほら、なんだっけ、流れてるんでしょ、なんかよくカメラ撮りってなんかほら、流れてる。なんだっけ、朝何時何分なのにすでに何名いるとかって言うけど、いや、お前もいるやんって話だ。うん、俺はああいう男たちの気持ちがわからんから、だけどそれでも気持ちいいのかな。あ、見てほらお前さんにやられてるあいつ、ほらすごいな、あれチャリンコで止めたのか、お、すごいな、ほら職質されてる。あと、あ、なんだっけさっきそのほらプロは嫌だっけ、なんだっけ、ああいや俺も嫌だね、だから本当なんか、うん、嫌だね、その感覚が分かんない。なんか分かんない、プロが嫌だの感覚だと私的には不特定多数とそういうことしてるから嫌だ、私だとしたら、ね、だからそれ言っちゃったら、あ怖い、ほら流されてる、うん、他もそうじゃん、不特定多数とやってそうな子は嫌だ、うん、そう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 、俺はだからそのまあそういうなり合いしてる子には悪いけど、うん、俺もだからほらリホいたじゃん、うん、あいつがだからね、なんかそういうのに溺れてって俺はだからあいつやれなくなったもん、ちょっと気持ち悪いよね、だってジヤジとベロベロチューしてる、そう、チューしなきゃ、やりまんとなり合いって違うじゃん、あ、まあ違うね、やりまんは選んでやってる、いや、そうある程度ね、うん、ねえ、なりわいとして生きてる人はさ、たとえそれがどんな人でもやらなきゃいけないわけだからさ、まあそうだね、あー、リコかあいつ元気にしたいんだろうな、あれ、まあ、あれはどんどん落ちてっただろうな、まあそうだ